うん、大丈夫ごめんなさーい。ツイキャス再開しました。ごめんなさい。はい、ツイキャス再,再開しました。すいません。ちょっと2画面で見てるんで、YouTube の方と。まあだからその50万はポケカーはその1年にしたは少ないから。うん、いや、でもそうよ。あの、ポケモンのこのスパークがコメントくれてるけど、はい、世界大会のあの、あれも、 めっちゃ倍率低いチケットも当選してるし。え、見に行けるってこと見に行けた。そうそうそう。世界から、世界から人が集まるポケモン世界大会の、観戦チケットを、ものすごい倍率の中を俺当てて見に行ってる。はいはい、ああ、なるほどね。そう。でも、運悪かったって言ってた、うんではい。もうそれで俺、運悪かったら今年とんでもないことになるよ。ああ、なるほど。うん。でも今年がいいらしい。<laughs> 弱い。で、<laughs> <laughs> 弱い。 お前さ、はい。<laughs> ちュちチュッあ、まあまあまあ、まあ、まあ、いいらしい。いい、いい、いいらしいこれでいいならほんと楽しみなんだけど、今年。ね、じゃあ、去年がビラトルの中でよかったんだって、今年もい。いや、激運じゃないかな。いや、だから去年良すぎて、俺今年ちょっと覚悟してるもん。えうん、なんかあんまり、なんならちょっと俺、年明け出だし、まだ今んとこいいことないっていうか。ああ<ー>、うん、今年はあんまついてない。なんか2月から運気って変わるらしくて。 で、あなたは去年の末頃から、なんか、この上り調子になってきてて、なんか再会とか。再会あるって言ってて、<会>それがまあ、うん、僕なんじゃないかなって思ったんだ、ね。それはないだろ。いや、あるだろう。12月でしょだって。12<月>俺とお前の再会ってだって10月末とか11月とかだったじゃん。去年のこの、まあ、末にかけてね、良くなってる時に再会とかそういうのが訪れていい出会いとかがあって、がまあ、 ななな…なのかかと思いましたけどそれんお前なんか考えてきた今日な、何をですかいや俺ともっとなんか親密になりたいではないけど今年もなんか友達でいたいからあの俺のことも大事にしてねっていうのを伝えたくてお前なんか考えてきた今日 <laughs> だとしたら早すぎるだろう <laughs> <え>まだ全然今年序盤だろう <laughs> え いやいや、序盤だからこそやんけ。大事にして,てへんわ。<laughs> そうそうそう。今年も一年よろしくね。あの、この間の、だから、去年の、下半期から、はい、ようやく俺がな、本当に9年ぶりに再会したやんけ。はい、本当に9年ぶり。はい、だから、あの、昔はいろいろあったけど、はい、<laughs> あの、また、今年はよろしくな、じゃないか。 そしたらそれ俺の運気だろ、お前。だ、まじ、きしょいんのよ、こいつ。俺、結局、下半期からの、俺が再会しに行った。こいつ、しょくて、あの、いって言う。本当に昔一緒にネタやってただけなんですよ。はい。それなのに、こいつ、なんか、インスタとかに、俺、こないだ気づいたんだけど、誰かから言われて。はい。なんかまた二人でなんかやるのみたいなのが急に来て。はい。友達から。はい。え、どういうことつって。いや、なんか、ニラいかない、またなんか、ま、あ、MC とかな。はい。音楽イベントで、そのシュータが、 依頼してくれた。はい、一緒にちょっとあの、音楽イベントの、ライブの、司会とか一緒にやったんですよ。はい、とか、なんか、二人でいる、<laughs> 俺とお前が、その、再会した後よ。だから、この、あのー3、サイン、二三、金金の話キンキンの、二三ヶ月の急に写真を、お前がなんかインスタに,に、匂わせっていうタイトルで、はい、投稿してたと。はい、また何かやるのって言われて、はい、俺それ気づいてみたけど、気も、はい、すぎるわ、やってること。いや、怖いじゃん。<laughs> <laughs> いいじゃんじゃないのよ。いいじゃん。なん <laughs> なのお前。元カノみたいな。いやいや、きしょい。俺、あれだわよ。あの、俺、元恋人と、なんか、別れた後も仲良くやってるやつ意味わからん。いやまあ、それはそう思うけど、でも。気持ち悪い。さっき聞きました。なんでやっただけみたいな。なな無理だろ。セフレみたいな言い方してましたから、ね。一回、なんでその、一回愛し合って色々やったやつともう一回また友達に戻れるかがわからん。ああ<ー>。別れたのに。全然意味わからん。だから俺、めっちゃ嫌いや。好きな人とか。はい。 また新しくできた恋人が、元彼とかとまだ仲いいって言われたらめっちゃ嫌だわ。ああ、なるほど。そ、もう、まあそいつの人生だけど、うん、俺は一応こういう人間だからもう隠してって感じ。ああ、ちょっと、インスタの投稿を消します。すいません。いいえ、ごめんごめんごめん。違う違う違う。もう恋愛とは全く違うんだけど。価値観がありますか価値観がありますからね、じゃないのよ。ちょっと面白いやんけ。おお、乗ってきました。ちょっと面白くなってきたな。あ、でも途中急に耳聞こえなくなるから気をつけて。え、うん、ほんとにそれやめる 本当に一応、この立ち位置だったからな、我々、漫才の時。<laughs> そ,うそうなんですよ。だから、お前が下手、俺が上手で。あ、でも本当に今逆にしたらしっくり来ないよ。あ、いやいや、違うのよ。だから俺、結局その後のまたコンビとかは、はい、俺、神、ん下手だったから。他の相方の話しないで。きしょいきもいそいつともネタやったんでしょいやいや、やったけど。そりゃそうだろ、お、ま、前、あ。そんな話しないで。コンビなんだからそりゃそうだろ、お前。立ち位置逆だったとか。気持ち悪い。 私その立ち位置に行ったことないんだから。いや、ちちち知らん、知らん。お笑いやめたらお前が悪いしな。気持ち悪い。一括です。今のでね。まあ、<laughs> 僕が悪いですわ。<laughs> <laughs> いや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 。はい、えー、あまりるりちゃん、えー、いいなポケモン世界大会見に来てたい。いや、すごい。いや、ね、いや、そうだよ。あまりるりちゃんだって。ね、横浜の。横浜のあれだからね。あまりるりちゃんもポケモン好きなんだっけマリるりマリるり。あまりるりお前。<laughs> マリルリマ <laughs> リルリポケモン。マリルリだろわ <laughs> かりやすいのに <laughs>。でもダメでした <laughs>。<laughs> <laughs> すいません、えー。え絶対物はいいよいや、本当だよなはい。じゃじゃじゃなんなのその占い師。大丈夫な占い師なのいや、俺は僕も紹介されて、なんか占い師っていうか。そうだな、ね。一応経営者だからな。本当にいろんなつてだけはあるんだよな。そうそうどんだけ面白くなくてもな。<laughs> あまあでも、オろクのモスバーガーだったんで。<laughs> <laughs> ちょっと、あれでしたね。怪しいかもしれないけどち。ちぇちぇ、おろくのモスでお前占いしてもらった。はい、意味わからん。沖縄大好きさん、こんばんは。えー、で、え、じゃあ、何再会も大事にした方がいい俺。再会も大事にした方がいいらしい。わざわざ俺のことも占わせた。いや、なんか、19961030。生<の>年月日で生きるらしくて。まあ結構ね、みんな占ってもらいましょう。みんな生年月日書いてくれたら占ってもらってくるんで。うん <laughs> 目も耳もダメってもう嗅覚しか残ってない <laughs> お前。も,うもぐらかお前。いえ、もぐらかお前。鼻元から悪い。はははは。占いは当たるも <laughs> え、外れるも、あ、まあそうですね。でも占い信じる人まあ、うーん、あってたらかな。あ,<ー>あ,あまあなんか占いって、うん、あのー、なんか僕、やっぱ信じるっていうか、なんか面白い角度で意見してくれるから。 かそれはためになるな、みたいな。まあ、いいことだけは、どうにか信じて、それ、だから、まあ、テンションは上がるよね。いいこと言われだから、本当に運がいいって言うなら、運気が上がるって言うなら、ちょっとモチベー上がるし。ああ、まあ、確かにね。で、再会がね、大事にした方がいいって言うなら、まあまあまあ、嫌でも、ね、うん、お前のこと大事にするけど。え<れ>、うん、ちょっと嬉しい。<laughs> ま、ま、この占い師のおかげでね、今ちょっと港の感性が変わったんで。変わってねよ、別に。かなこさん、しゅうたさん、港さんのこと好きすぎませんあ、でも、これ俺めっちゃ感じるばよ。え、好きって。お前めっちゃ好きだろ、俺のこと。どんなのがリアルにそんなのみんなが見てる前に。いや、でも違う。本当に、いや、違う、なんかあれだろその、本当はまたお笑いやりたい気持ちあるんだろ、若干。いや、これは結構前からあったんすよ。前からって言うさ。で、 ほぼほん、いや、ほんとに森なしで、ほぼ絶縁状態だったの、はい、本ほんとに。で、まあでもちょっといろいろあって。はい、まあこのラジオではちょいちょいね、俺話してんだけど、まあいろいろあって、俺がまあ昔の漫才を見るタイミングがあってね。はい。こいつと昔高校時代やってた漫才を。うん、それ見たときに、ちょっと面白かったんですよね、それが。うん。だからなんか、自分が自分じゃないように見えたんですよ。はい、はい、今の俺にこういうネタ書けるかなとか。 はい、今の俺こういうネタできないよな。その時にしかできない漫才を高校生ながらちゃんとやって。はい、で、俺がやってくれ。お前が、お前はこうしれって言ったことを一切文句も言わずにやってくれてたのがこいつだったから。はい、まあいろいろあってちょっとね、解散して。で、そっからも一切連絡も取らずにみたいな、うん、ありましたけど、そっからでも再開して、はい、俺のことを占うまでの気持ちになれる まあまあまあ。なんか、ラジオとかも出てるしね。あ、まあまあ、ラジオもな。そういうのもあるし、なんか、結構最近接点多いんで、うん。そういうね、ちょっと聞きたくはなるよな。まあ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 。いや、お前はどうだったの自分自身は。あ、もうめっちゃ調子いいらしい。風邪ひいてんのに去年か、あだから体調気をつけてくださいって。そう。なんか、あの。鼻ずるずるしながらお前占い聞いてるから、そりゃ体調気をつけてください言われるだろ。そりゃ、占い師さんも。あ、もう、 じゃあ、美味しくサギやんやってること。うん、あ、ねえ、マリルリちゃん。そう、この前の横浜のことよ。キャスト側じゃなくてゆっくりといろいろ見て回りたかったです。キャストだからスタッフでいたのよ。世界大会マリルリちゃん。えー、で、まあ、俺はマリルリちゃん分からんけど、マリルリちゃんだからキャストスタッフだから、はい、めっちゃ広いよ。うん、横浜のほぼ一帯がイベント会場になってるから、えー、俺が一応行くって、ラジオでもずっと言ってたから、 休憩時間とかも俺のこと探してたって。めっちゃ人いる。あ、でも会わんかったん会わんかった。でもめっちゃ好きじゃない俺のこと。いやー、たぶんお前よりもマリルリちゃんの方が多分俺のこと好きだし。いやいやいや。でも、再会なんて、みなとは。会ったことないんで、マリルリちゃん。ごめんだけど。僕会ったことあるんすいません、そこはマリルリちゃん。会ったことあるんでって今同じ空間で言われると意味がわからないんだけど。やったこともあるし。何をよ、気持ち悪い。ネタでやめれ。ネタだろ。気持ち悪い。 やったことあるして言うな、はい、気持ち悪い。女の子に対してダメか。気持ちが悪い、お前。<laughs> しっかり言うな、お前。傷つく。<laughs> 何これ、何のマウントいい <laughs> 本当だよ。いや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 、まあまあまあ、でもでもでも、いやでもそれで言ったらあれですからね。印象的に言うと俺、はい、昔よりははるかに俺今のシュータの方が、あれだからな、はい。親しみやすい。うん、そうそうそう。本当に、はい、本当にモかったから、マジで。今も、まあまあ、大概だけど。はい。 本当に昔のシュータ、もう本当に気持ち。まあ、見た目からちょっと緩和されてるとね。いや、だから、変なや、せ、もう変なやつじゃないですか、まず。もう、そろそろ、うちの視聴者慣れてると思うけど。はい。本当に変なやつで。ビジュアルが、だから、ホストとか昔なはい。やってたからもう本当に。あ、話戻すわ。X 消してな。<laughs> X なお前はもう X、これです。バツです。<laughs> <laughs> そうです。え気持ち悪い。あとなんか、 お前のさ、X の名前中本修太。朝キャバ王になる男はい。キモい。いいやん。コンセプトしっかりしてて。X で。いや、罰でみたいに言うな。お前、お前の X、X でいかしてください。いやいや、X、X うるさいな。ほんとに。なんなのあ、まあまあ、わかりまし、た、れ X はじゃあ。マジでも、は、もう、言うよ、これ。はい。万が一よ。はい。た、またやるとしよう。はい。お笑いをお前が。 はい、朝キャバ王になる男は絶対計算といけんぞ。<laughs> いや、それはね、その場合がもしあるとしたら、そらそう思いますよ。あと、あのー、気象、気象、気象格言。気象格言。あんなのもお前制限できる自制できるいや、あれはお笑いバージョンに変えていく。あの,とかのん、ね、島田信介。うぜえうぜえわー気持ち悪いー自分の言葉に変化、ね。寒い、寒いわ、お前寒いな。え <laughs> <laughs> お笑い熱があるんだって、こいつは。 まそ,そういうのを見てるね。なんかディレクターさんとかもしかしたら、X が禁止です。滑りまくってるもん。滑りまくってるもん。X はやめます。<laughs> <laughs> おいやめるスレッツやります。何それなんかインスタの、インスタのツイッター版。あ、えあ、なんかあるな。あるある。あ、あれならいいよ。なんか誰も見なさそうだし。<laughs> 誰も見てないってことやってよ。 あれ。自己満足すぐミュートしたもん、俺。お前。X で。え即ミュート。ま、フォロー外すのは可哀想だから。はい。ミュート。そういうことね。もうミュートよ。キモいツイートばっかするから。ちょ、ちょっと X やめようかな。いや、早いな。意外になんか、お前戦えよあと。何をもう一個。何を ?X やめれって言ったら、すぐやめますじゃなくて、なんかあらがえや。 あ、X に対してそれなんか。そんな、なんで、それぐらいの気持ちでじゃあツイートしてたってことその格言も。伸びるしそうやめれや、マジでじゃあ。早い段階でもっと気づいてたんなら。<え>やめろ。インスタの方がやっぱ伸びるのよ。その。ま、なんかインスタはななんかだからお前もなんか積み重ねてる感あるやんけ、ほんとに。はい、そのキャストさんもいるし。はい。それがきっかけでいろいろ見てくれるやつとかもな。 いるわけだろ。ーそラ1ヘップズっていいとしてあすかこんばんは今日はツイキャスあすかそう X ね誰もフォローしないで鍵つけてつ <laughs> 裏アカか裏アカな本当の裏アカなメンヘラ女子みたいな嫌 <laughs> だわそんなああマリルリちゃんあの時頑張って探したんですけどお会いで聞いてないから皆さんじゃなくてアバれるさんに会えたんですけど残念です俺じゃなくてあばれる君に会ったとえ ちょっと悔しくない悔しい。マジで悔しい。悔しいです。俺も、加藤さんザブ、ン、元ザブンの。え、もういたんですかいえいえ、まあ本当にさ。お前は、お前は、やり返しなしで、お、殴らしてくれよ。本当に。えやり返しなしでお前は。え結構、怠慢。言葉のボタン感じるんですよ。攻撃禁止の怠慢。怠慢じゃねえよそれ。果たし状、俺の。怠慢じゃねえお前は、手出しちゃダメ。 俺,俺がそれ攻撃するの怠慢してんだよ。サボってんだよ、俺が。<laughs> <laughs> えどいつ <laughs> なんか遅れて出てきたからって言ったあれだからな、ね。全然気づかんかったわ。ねえ、ちょっと会いたいわ、マリルリちゃんガチで。ほんとに。いや、いいですよね。ほんとに会いたい。なんかその。うん。うん、いやー、世界大会楽しかったな。いや、でもまあまあまあ。まあ、いい、いいや。まあ、それは。 いろいろと。まあでも、本当にそうだよ、お前、本当に。面白いやつって思われないといけないからね。<laughs> 店長、はい、店長が、はいあの、お前注意しといてほしいことがあるとあ。前回お家に行った時の。なんかお前が、はい、なんかそのスタッフのやつらと、はい、パンチングマシンやってる。ああ、やってますね。はい、TikTok かなんかお前やってる、あと。 あ、やってるやってる。そこになんかあげたパンジングマシンやってる。あ、げたあげた。あれを店長が見たらしくて。ええ、嬉しい。本当に面白くないから注意しといて。それが周りの奴らもやっぱ良くないわ。環境があいつをもっと面白くなくしてるから。つまらない奴にしてるから。はい。やめれる ?TikTok。うん、全部。全部朝キャラとか。はい。あの、経営系全部やめれる厳しいかもしれない。ちょっと、一回、一回離脱の方法は考えるかもしれんけど。 ちょっと厳しいかもしれないっすね。ちょ、ちょ、っとだから、すいません。ごめんごめん。顔が。マスク、マスクしの…あの、眉間にしわ寄せへんな顔、顔やめて。ちょ、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 ちっと。ちょっと違う。だから、もう数分前の俺の、あれ忘れてるさ。なになにあらがやってくれよ。いやいや、無理やんけ。いや、今、あらがったよ、ところ。ちょいちょい。ちょっと、みたいな。強めに面白く 強めに面白く抗ええ強めに面白くそんなマッサージみたいな。<laughs> 面白くって言わんだろ、マッサージで、お前。<laughs> やめれるって、お前がさ、大事に経営してる朝キャバ関連。はい、やめれるわけないやんけ。<laughs> な<あ>その通りですよ。もう怒る。ちょっとさ。僕の周りに。お前に。 このことは怒らんでほしい。じゃいもう。認めてほしい。そういう人って。サボらんでほしい。何をお前。何をサボるな。何を俺といるときはもう1、1%でもサボるな。何をモードで来い。100%のモードで。え、どうど、うどう、どうボケでしかないやんけ。俺の。朝キャバ系とか全部やめれるわ。もう、ボ,ボケやん。ボケじゃんどう考えても。やめれるはずないし。まあでも、港が言うんだったらってなるよね <laughs> 私仕事変えるもん。腐ってもボケお前が。<laughs> やめてその分かりづらいマウント。その分かりづらい抗いじゃん。んそれ俺がツッコミって気づけてなかったらダメじゃん。このやりとりが。まあな、なんかそのやっぱツッコミ慣れてないような。そのずっとツッコまれてたわけだし。ああ、シュータが。はい。ツッコミ慣れてないと逆にな。そうだな、ね、やっぱその港との関係でまだ。 なんかやっぱ突っ込みって、その相手の言ったことに対して、まあ、その押さえつけではないですけどいや、お前の考え違うだろみたいな。があるんで。うん。それをね、僕がやってしまうとみ。みなと嫌な気持ちするからと,とか。取っちゃいます。占い話戻ろ戻ってくれるの。なんかあった?。なんか、リスタート占い師。占い師。<笑><笑>ええとね。あ、まあ、だから運気的にはお互い良くて。だから、なんか、その。 用と陰のコンビみたいな。えどっちが用俺です、ね。ああまあまあまあ、そうなるか。だからなんか相性はいいって言ってた。へえー、あそうなのだからまたお笑いやった方がいいと思いますって言ってた。いやっもう、お笑いやりたくて仕方ない人やん。俺と。いや,いや、俺はお笑いできますって聞いただけだよ。占い師の人に。占いの人に、うんねねね、聞いただけそ<う>ななん,なんて聞いた 俺ってお笑いやろうと思うんですけど、できますお前、<laughs> もうまあなんか、本当にちょっと戻ろうとしてるやんけ。いやいやきっかけに俺を。え、マジでできるのいや、まあまあ、お笑いちょっとやりたいよな。あの、その、だから、ちょっとのライブあるじゃん。いやいやなめ,めてるじゃないですか。今のところ。な、な、なにいや、本当に、わかりやすいボケするし、<laughs> 2週連続でしてるでしょいや、だからそれは今、まだ、ちびか、いかんといけない話であって。<laughs> 逃げるね最初の、逃げるね最初のこの山城の城出演の回ら辺を見てほしいんですけど、<laughs> そんなことないんですよ。ただ、今、耳が、中耳炎の名残で、聞こえないんですよ。鼓膜切った後で。なんで、切った後で。はい、え、これガチなのガチガチ、鼓膜切ったのよ。じゃあじゃあじゃあ、いや、じゃああれで、お前、考えて<ん>余計できないやんけ。漫才とか一緒に。お前だってこの立ち位置なんだから。 そうだろ俺のツッコミじゃ聞こえづらいんだろこの立ち位置じゃ、もうできないじゃん。ゃんなんかその、モグライダーみたいな感じで考えてもらえたら、まあ、聞こえない時もあるんだなって。<laughs> めっちゃ荒立つ。それはその、めっちっが作る漫才の中でもももも。もうお前、モグライダーさんのことも舐めてるやんけ。<え>あれお前だってさ、あれだろ、はい、その、ともしげさんの、はい、素のアドリブの感じのあのボケに対してばさんがなんかうまくツッコミみたいな。はいはい、あれもう何年もやってる。あの人10年目で、はい 今年15年だよ、結成。M1 ラストイヤーなんだよ。あれぐらいまでやって、あの、完成度なわけ。はいはい。お前と俺は、もう9年ぶりなのいや、でもまあまあみな、まあ山重さんが、あの、山重さんじゃないし。どっちかって言うと俺が柴さんじゃない、あ<ー>俺がともしげさんなんか。あ、山柴さんがね。山柴さんじゃ、あ、山さん、山さん、ね。やめ、やめて。はい、山本圭一、それ。極 <laughs> 楽とんぼの。山本さん、まあ。どうにかしてくれるんで、この、 なんか、ネタの中で、あ、こいつ多分ここら辺から聞こえなくなるだろうなっていうところを、うん、ちょっとデータ分析したいガチガチに固めた正統派漫才したい俺は。ちょっとなぁ。それは、あの、検討します。<laughs> ごめんごめんごめん。はい、お前に、お前に決定権ねえから。<laughs> はい、そもそも。えおめえに決定、お前がさ、じゃあ1 0って。はい。お笑い界戻ったとして。はい。俺別に一緒にやるって言ってないからも、ね。 まだそんな感じではないんだ。ええいけると思ってましたよね皆さん。いやいやいや。まあ、ラジオはな、出てもらってるけど。いや、まじ、こんな、あの、もう、本気で、またコンビ組んだとして、こんなラジオできんくなると思うよ。どういうことどういうことやっぱ、ほんとに、こん、だから、思い出しても見れよ。あの時の高校時代。まあ、当時は、まあ、高校生だったっていうのもあるけど、はい、まあまあ、やっぱギスギスしてる、 時もあったやんけ。まあ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 、はいはいはい。やっぱコンビ二人、まあ、ある種二個一だから。はい。それはワンチャンになる可能性あるよそれ、覚悟できてんのって話よ。ああ、まあ、そのギスギスなる感じね。うん、まあ。まあ、別に。うん。覚悟できてるっすよね。まあ、<laughs> ちょっと。<laughs> なし。<laughs> なんでなんでよお前,お前の X が X じゃなくて、<laughs> はい、お前が X。<laughs> そもそも。あ、れ俺、お前 X だわ。<laughs> いや、使わいよ、そんな使い方しないで、ね。悪いけど、おお X? お前。<laughs> いや、X って言う。俺、お前 X だわ。ほんとに。<laughs> お前、それ、なんか謎の人物とかにつけるやつだろ、X って。<laughs> もうほんとに、史上最大の X だわ、お前。な <laughs> んだろ、史上最大の X。<laughs> <laughs> ひどい。 まあでも素人だしな言っても。あ、まあ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 、その。いや、もうこういう今の感じとかも全部お前なくさんといけなくなるよ。ああ。プロだから。プロに戻るってそういうことだよ。あ、じゃあ今、朝キャバ経営してんだろうじゃキャバ嬢。自分のキャスト。お前が経営してるそのキャバクラのキャバ嬢。お客さん楽しませないといけないだろ。そうだな。ユンタクして。全く返さないキャバ嬢。これどうすんのいやもうそれはもうやっぱ指導入るよね。でしょう お前もう完全に指導だよ。指導っていうかもう指導レベルじゃない。い体場よ。体重体重。首<場>やん。体場っていうかもう。うん。まあドレス着れないじゃん。うん。まキャバ嬢だとしたらっていうボケだったんですけど。<laughs> 本当に。<laughs> イエローカードが出ました。レッドじゃん。<え>一発レッドじゃん。猶予 <laughs> を上げるかお前なんかに。<laughs> 一発だの <laughs> 一発だよ。二回目からじゃないうん。 一回ラジダブ予防。こいつに民放は無理。<laughs> こいつに民放は無理。<X> コミュニティがギリ。え、民放の方がちゃんとしそうだよ。<laughs> 全部ちゃんとやれ。お前みたいなもん。お前みたいなもんは。え素人なんだから。え復活を考えてるなら、なおさら。え、なんかリラックスしてやった方がいいかなと思っちゃって。山城の城は。あ、もうダメやんけ。 民いや、まあ、まあ、言ったけどなこの間も俺、その、そういう意味ではないよ。<laughs> あんまりなんか,かかりすぎて、はい、なんかその、らしくないボケとか、はい、無理した感じの、あの、あれ、選んで別にいいよ。もっと力抜いて、あのー、もう本当に肩の力抜いて、お前来いよとは言ったけど、そういうことではない。今めっちゃ力抜けてますよ。めっちゃ、おー、どうしよう。<laughs> 銃持ってる人いる <laughs> 誰か。パーって <laughs> 一思いに。 人思いに言っちゃいたいんだけど。えはあ。こんな喋ったこんな中身のない、しょうもない。<laughs> 今日、1時間、1時間弱。<laughs> こんな喋ってた我々。いや、もうなんかさ、あの、あれよ、だからもう、皆とも今週でしょライブ。今週の次の日曜日よ。日曜日でしょょ、ちょっと出してよ。 出さんわ。俺、二回見るから一回ぐらい出してや出すか ?5 分でいいから絶対5分でいいからさじゃないよ。出、出絶対出さんよ、お前。えお前だけは出さんわ。お前以外の客全員出すわ。えじな。逆ってことそれ。そうだよ。逆に僕見られてる顔。お前お客さん一人。お前一人で、ステージに、他のみんな。他のその、その他、39名。そしたらそっちが客席みたいなあるだろ。俺がネタしてるみたいなあるだろ、あ、お前が出る俺、客席行くから。 お前が一人で何かやる聞いたことないよ。<laughs> お前のライブで告知しといて <laughs> 僕が出るのそれならいいよ。えそんな大会ないだろ。<laughs> えっと、気づけば本放送が終わりまして、はい、えー、ツイキャスの方も、ちょっと途中止まったりとかあったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。ええー、12時まで YouTube の方はやりますので、はいえー、ツイキャスは今日はここまでです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。